こんにちは、SBI リクデマーケットの上田と申します。今日は4日にですね予定されております英国の総選挙を睨んで、えー、ポンドの動向等をですね、えー、お話しできたらと思います。よろしくお願いいたします。えー、まずですけども、えー、おさらいと言いますか、えー、そもそもの制度ですね英国議会制度。まあ,あのご存知の方も多いと思うんですが民選です。 で上院は貴族等々ですんで、まああので終身ということで、まあ、あポイントはもちろん下院ですのでこの定数が650、えー、ありまして、えー、解散がありまして、えー、5年ですけど、まあ、解散をするのは、えー、首相の専、まあ、権事項ということはこれは、えー、日本と同じです。で奨学先生ですねそれから、えー、選挙権及び非選挙権は18歳です。で、えー、面白いのは、まあ、あの選出要件ですけども。 えー、連合王国の国籍を有する。つまり、えー、イングランドといろんな国ありますけれども、そこの、えー、国籍を有しているもの、えー。かつ前はですね、住んでなきゃいけないかったんですけど、今はその居住する権利を有すれば、えー、候補者になれるということになっています。あとは帰属人員ではないとか、まあそういう消極的な要件もありますけれども、まああの相当特殊な要件ではないので、えー、まああの誰でも参加できるというふうに考えた方がいいかなと思います。それでですね。 えー、今回、まあ、あのいろいろ保守党、えー、労働党といろいろ、えー、マニフェストを出していますけれども、まあ、基本的には英国は二大政党制です、えー、保守党はですねあのかなり古い区間1834年に起源を持ちます、えー、で、えー、最初のですね20世紀初頭までは保守党とです、ねえー、いろんな政党があったんですけども、えー 自由党と,、えー、と二大政党席は聞いてましたけれども、えー、そこから分派した自由統一党と、えー、統合しまして、えー、保守党統一党ですね、えー、保守統一党になったんですけれども実はあの今は保守党と言ってますけど正式な名前はこれ英語にもありますようにコンサルティブエニューリストパーティーでごということでただまあ,、まあ、あのこれはイギリス人も含めて、えー、今はもう保守党と呼んでます。 で今議席数持っている277で上院ですね。で幹事の会員はですね345ということで過半数を占めております。それから労働とえすねちょっとマリストとしまして、えー、労働党はですね、えー、1000年に、えー、まあその危険がありまして、えー、まあ、えー、1030年代は特にですね弱式しました。その理由はですね。えー 自由選挙ですね、まあ、普通選挙が成立したということで、まあ、女性それからあのいろんなその階層の人が選挙に参加できるようになって勢力をばしましたで大体20年代から政権をです、ね、担うこともあったんですがまあ,あの確立したのはやっぱり戦後ですねで戦後は先ほどの保守党と労働党の二大政党制が確立しました であの労働党はです、ね、名前はレーバーパーティー労働党なんですけども実は2019年の総選挙で大敗しましたんで、まあ、その時点で今までのパプのリズム的な色合い濃かったんですけども、えー、その以降はです、ね、どちらかというと中道左派ですねという路線へ舵を切っておりますで現在会員で172ということで、えー、労働党労は今のところ過半数は持ってなかったということですでまずですねマニフェスト戻りますねすみません 保守党のマニフェストですけれどもまああのここテーマありますけれどもこの明確な計画を立って大胆な行動によって安心できる未来ということでまあ,あのこれが本当にできればいいんですけどまああの保守党が勝つ可能性はほぼないんで、えー、ここはもう割愛させていただきます。ーということでですね、まあ、当然ことは経済成長を目指し。 クリーンエネルギー大国へなると、それから治安の回復と、まああのある意味当たり前のことで、まあえっ、ー、と保守党とに返ったところもあるんですけれども、えー、一番ですね違うのはですねクリーンエネルギーですねこの取り組み方が、えー、保守党と違います。保守党はどちらかと言いますと、えー、ゆっくりゆっくりというですね、まあ、えー、そういう形ですけれども、えー、労働党の方は、えー、まあできる限り早く。 クリーンエネルギーのその達成するということで、このあたりが実はまああで申し上げますけれどもはてなという面もあります。ただまああの先ほど申しました、もう選挙おそらく労働党が勝つと思われておりまして、現時点ではイギリスの世論調査等ですね、おそらく過半数のですね325をプラス100近く上回るんじゃないかというような見通しです。ただまあ今あの。 先ほどありますけれども、えー、保守党の方はもうちょっと前回は対象したんですけど、まあそれに近い対象になるだろうということになると思います。えー、じゃあ、えっ、ー、と労働党政協とた場合どうなんだというところなんですけれども、えー、労働党はですね、まああの保守党がですね、全般的にそのなんて言いますか、えっ、ー、と優しい政策を進めようとしているに対して、まあ、えー、保守党はですね、保険料のその引き下げだとかですね。 そういう形を後半の範囲の国民に対して投げかけておりますけれどもやはり労働党ということもありましてどちらかというとやはり労働者をですねによった政策を進めようとしておりますまあそれってそらくあのポピュリズムというほどのですねばらまきではありません。ということでですね財政赤字の拡大とかそういう懸念は今ともされておりません。ここににありますように、えー 専門教師を置いたりです、ね、それから小学校に無償の朝食クラブを設置したりとしてそういう意味でいきますと非常にです、ねまあ、労働者に優しいです、ね、環境を作ろうとしているということになっております。で今回ですね総選挙に至った、まあ、あのまず法令によってですね来年の1月までには総選挙をしなければいけなかったんですけれどもじゃあなぜ今だったのかと最初はですねスナック首相自身がですね 今年の後半ということで、まあ、み,んなみんなですね秋じゃないかという見通しだったんですけど、えー、と5月になりまして突如7月の選挙ということを表明しましたおそらくですけれどもこの5月のです、ね、時点での選挙を決めたのはですね非常にその客観的環境が少し保守党といいますか政権にとってフェーバーになったということです5月22日に、まああのえー、表明したんですけれどもまずインフレの鈍化ですね これが消費者物価指数の推移ですけれども、えー、一番右が、えー、これが5月ですからこれは6月に発表された数です。でスナック首相がですね総選挙を発表した時はですねこの右から2番目ですね2.3%、えー、と,とてほぼですねもうあの2%にで5月になったら2%になりますけれども2.3%まで,です、ね、鈍化したということでインフレが落ち着いたということで国民の支持が偉いんではないかということそれからもう一つですね、えー あの公約の中にですね移民をですね不法移民ですねルワンダに移送する計画というのがあったんですけれどもこのです、ね、法案がです、ね、4月の下旬にかけされまして、まあ、一応の解決といいますかあの実際に、えー、ルワンダに、ね、移,移民をです、ね、移送することができるようになったということそれから、えー、もう一つ GDP ですねこれもよてもかりますようにリセッシュう陥っていた GDP が、えー 今年の一三月期はですね、プラス零点六パーセントと、まあ予想外にですね、えー。まあ、まあ、ポイント六とは言いながらも、高い成長をですね。えー、示していたことで、えー、これをやるしかないということで、スナック首相がかけんでたんですが、まあ。このままいけば、賭けは失敗だったということになると思います。で、一部の報道では、スナック首相自身が落選するのではないかというような、えー、お話もあります。じゃ、労働党総合政権がですね、取ったら、どういう形でポンドは動いていくのかと。 いうことなんですけど実はですね、ジョンソン、えー、政権が誕生した2019年ですけれども、この時はですね、あの、えー、テーマはブレグジットでした。で、えー、ブレグジットに向かって盛り上がったところで、まあジョンソンが進めるぞということだったんで、えー、ポンドが爆投しました。1.3万ドルか1.35ドルまでですね、バクしました。じゃあ、えー、今回はどうなのかというところでですね、まああのー。 今回もまあ対象という意味ではそのえ政権は変わると対象という意味では同じなんですけれどもえだいぶ要素が違ってましてそのえ出来があるようななテーマではない,というでえ今後ですねやっぱり心配なのはインフレのの再燃とそれからえ経済の成長ですね、まあ、今申し上げましたよう経済は思いのほか堅調でインフレを用いてきたといいますけれども本当にこのままいけるかどうかというのがなかなか難しい。 先ほどです、ね、あの申し上げたクリーンエネルギーへの移行ですけれども、えー、労働党はかなり積極的にやろうとしますがこれがひょっとしたら、えー、できなければです、ね、一気に国民の支持を失う可能性もありますのでそういう意味でいきますと、えー、ポンドバーで、ね、行方はあ、まあ、完全にバラエティとはいきませんただ、まあ、あの政権交代というのは非常にです、ねえー、ポジティブな発想になりますので、えー、そういう意味では私はポンドは堅調するのを推移するのかなと思っています。 これも世論調査ですけれども現時点でですね、えーまあ、労働党のマニフェストこれが実行されれば、えー、ポジティブな変更となるポジティブな方向に動くというふうにです、ね、見ている人が60%以上でまあ対するようにですね、えー、保守党のです、ね、マニフェストを実行した場合に、えー ポジティブな方向に行くというのは、えーとまあ、4割割割っている3割ぐらいですかねということになりますので、えー、そういう意味では、まあ、今人々は期待を持ってますんで最初はおそらく、えー、当然のことならあの政権に対する支持もそれからポンドに対する支持も、えー、高まるのではないかというふうに思っていますで折からその円安でありますので、まあ、そういう意味でもですねポンド円も、えー、おそらくもう少し高いところに行くんじゃないかと。 えーまあ、今,今も高いんですけどもっともうちょっといくのではないかと私は思ってますただまあ物事は何でもあれですが今日ですねあのフランスのです、ね、選挙を受けてユーロが買いもされてますですからまあ,あの選挙と前後で反対方向にいくというのうよかれますんで、まあ、そういう意味では、えー、下の方向もちょっと注意していただきたいとは思います。で、えー、一方ですね、えー、とイギリスの、えー、中金ですねの動きですけども、えー、このな人にずっとですね、えーと 政策権利は背置いていますしかしながら前回ですね今月ですね6月のです0、ね、日に開かれた会合では据えー、背置いたんですけれども、えー、まあ多くの委員です9名なんですけれども7対22名が利下げそれから7名現状維持だったんですけれども、えー、その中で,ですねその議事要旨の中にですね何人かの委員は非常に、ま、あの微妙なバランスにあったと。微妙なバランスというのは 要するに利下げなのかそうゆう気なのか迷ったということだと思うんですけれども、そういうことがありましたので利下げは近いということで今ではですね8月の1日に予定されている会合で利下げに踏み切るのではないかという見通しに立っています。これはある意味ではですねあの非常に新政権にとっては追い風になると思います。やはりあの当たり前の話ですけど誰しもですね金利が高いまあ余計切るもありますけどむしろコストの方が上がりますんでそう見ていう意味できますと利下げというものは非常にいいニュースだと。 それが政権にとってもいいし国民にとってもいいということなので、まあ、その点からもです、ね、あの本来ならば利下げをすると、えー、ポンドっていうのはやっぱりあのその通貨は下がるんですけどもある程度そこはです、ね、下支えすするるになるかなと思っておりますこれを見ていただけますように、えー、先6月20日ですね利下げ日送りは微妙なバランスにあ,ったあると指摘これがそういう意味は、えー、ひょっとしたら利下げにくら替えする委員がですね 次は増えるんじゃないかということで、えー、関数を超えて、利下げするんだという見通しになっております。まあ、これは、あの、今の、あの、冷やしとですね、ポンド円とポンドドルの下冷やしですけれども。まあ、これ、見えますよ、ね、まあ、あの、ポンド円の場合は、えー、円が円安になってますんで、まあ、ある程度ですけども、ポンドはちょっと今調整局面には見えますが、えー この1年間にますとどちらかというと上昇トレンドであるということになりますのでまあある程度一定の期間私は今度は顕著にする以上はですねあの非常にこうあの面白くないという言い方はおかしいんですけども何て言いますかねあの結果が見えてる選挙を見ながらとまあただあのフランスの選挙も結果が見えてたんですけども。 問題はそのあとどうやって政策を遂行するか、えー、これ結構やっぱりあの大変は大変ですねテクニカルに大変なんで、まあ、これを次々きちんと実行していかないと、えー、先ほど申し上げましたように労働テレシーンもですね一気に失われる可能性がありますんで、まあ、そこはもう国民もそうですけども、えー、金融市場の人間もここを注意して見ていくかなと思っております。えー、以上はです、ねまあ、英国のの選挙につつついいてのお話だったんですけどもも、えー、一つです、ねまあ、一般論としてていつも私は セミナーの時にお話ししてるんですけれども、あのじゃあ、えー、ポンド上がるって言ったからもう買いますよということで,です、ね。それでいいのかという、えー、これを守っていただきたいと思うんですね。まあ物語を作るということですね。つまりこうなってなったら絶対上がるから、えー、でもいいんですけれども、まあ、えー、とにかく自分がポジションを持ったとして、もうすでにすぐにです、ね、リグリット総合ポイントは決めておくと。と それから、えー、謙虚になろうというのは今言ったように、えー、絶対上がるとかそうですね絶対下がるとかですねそんなことはないとかで、えー、そういうそういう考え方は捨てましょうということ。でこれ大切なことは確かに謙虚にならなきゃいけないんですけどもでも強い意志を持とうとうつまり、えー、一旦ポジションを持ってリグイ損切りのポイントを決めたらですねたとえ少し逆行してもですね、えー、本来の,その自分の,あのストーリーですからそこまでは待ちましょうということで。 あ、しまった、買ったけど下がったからって、もう、あの、五分後に不安になって、やめてしまうとか、そういうのはやめましょうとかです、ね。それから、過去を忘れない、でも、過去にとらえるのはやめようと。まあ、結構、あの、矛盾してますけど、要は、過去の、先ほど、まあ、私、2019年選挙の後申し上げましたけど。そういう過去に何が起こったか、過去どんな値動きをしたかというところは、必ず頭の中に留めておいて。ただ、その時そうなったから、今回もそうなるだろう、というふうな。 えつまり前回は保守党が対象してポントがありました今回もまあまあ立場変われと労働党が対象するだかするとしたらポントはもっと上がるだろうとかいうのはちょっとそうやめましょうということで実際まああの、えー、2019年もですね爆投した後また元に戻ってますんで、えー、選挙は一過性の材料でその後が問題ということになりますね、えー、それは最後はです、ね、相場が命はやめようと、まあ、そんな人は少ないのかもしれませんけれどももう常にです、ね、相場にこう命を懸けているような取り掛け方はやめて。 時にはえっ、ー、とまああのそうまあポジションを持つにあえてでもまあ値動きだけは見てみましょうとそういうことになります、えー。以上簡単でございますけれども、えー、今週の四日のですねイギリス総選挙に向かってのお話でした。どうもありがとうございました。